像表現、フェズ制作効率化のためのツールと題しまして、土岐研究室4年、小澤萌が発表いたします。まず私は羊毛フェルトに着目しました。羊毛フェルトとは、羊毛の細かな繊維を絡めることでフェルト化し、生地や形を作るものです。フェルト化する方法は2種類ありまして、ニードル羊毛というのは、特殊なトゲのついた針を羊毛に刺すことで繊維を絡め、形を作るものです。シート羊毛というのは、温かい石鹸水を羊毛にこすることで繊維を絡ませ、生地を作るものです。羊毛フェルトの製作にはとても時間がかかります。こちらはニードルを刺す時間と羊毛の重さの関係を表したグラフです。個人差もありますが、こちら40ミリの木を製作したのですが、12グラムの羊毛で40ミリの球をニードルで製作するのに3時間刺し続ける、ニードルを刺し続ける必要があります。私たちの研究室では3年生の終わりに新旧製作展を行いました。その際にニードル羊毛で製作した羊毛フェルトの羊毛フェルトを切断しました。その際の切断面の素材感が普段目にする羊毛フェルトの作品の素材感とは違った新たな一面だと感じました。そこで私は羊毛フェルトの手法で製作時間の短縮と製作したものを切断したその断面の模様の操作を目的とした一連のハードとソフトの製作を行いました。まずは素材の検討を行いました。切断をするということで金太郎飴の要領で模様を作ろうと思ったのですが、金太郎飴のようにするには羊毛を一定の太さで長くする必要があるのですが、そう羊毛を一定の太さにすること自体にとても時間がかかってしまうため、羊毛の代わりに毛糸を使用しました。切断面の模様を操作する道具です。MDF、正方形に切った MDF の左右に針を立て、一定の長さに切った毛糸を針に刺していくことで毛糸がずれないように固定をし模様を作ります。こちらの道具を使い、針に刺した毛糸の模様がずれないように取り出し、MDF の板をスライドさせることで毛糸を圧縮させます。圧縮させることで繊維と繊維が近くなり、ニードルを刺した際により早く絡まりフェルト化します。圧縮したものを上からと側面からニードルで刺し、切断をして完成します。こちらの方法を考えた際に、画像の1ピクセルに対して毛糸1本使用することで毛糸で画像が表現できるのではないかと考えました。画像は膨大な色があるのですが、今回使用した毛糸はカタログ上で23色しかなかったために、ピクセルごとの色を毛糸の中で一番近い色に置き換えるプログラムを制作しました。プログラムに画像を読み込みます。こちらが読み込んだ画像で、ピクセルごとの色を一番近い毛糸の色に書き換えました。ここで、Excel の VBA、Excel を使用し、Excel の VBA にさっき出た数値をコピー&ペーストして、することでセルの背景の色、セルごとの色が変わります。こちらが Excel で制作した図案です。Excel はとても多くの人に身近なツールであるため、 Excel を使用することでよりこのツールが身近に感じると考え、 Excel を使用しました。左側が読み込んだ画像で、右側が Excel で制作した図案です。こちらを使用して毛糸で制作したものがこちらになります。切断するため鏡面反転で2枚の絵が一度にできます。考察です。ニードルを使用し模様を作ることという新たな制作方法を生み出すことができました。また切断することで一度に2つの作品ができるということで効率化にもつながりました。またミシンを使用し、こちらなのですが、刺すという動作をより簡略化できないかと思い、ミシンを使用した刺す機械を制作したのですが、ちょっとうまくいかず課題が残ってしまいました。今回はいくつも組み合わせて画像を表現したのですが、一度に2つできるということでピアスを作るなど、アクセサリーなどさまざまなものにも利用できると考えています。またプログラムを使用しドット絵を作るということや、圧縮する道具だけを普段従来の羊毛フェルトの製作に使うなど、ツールそれぞれについてもさまざまな展開が期待できると考えています。
と、これで発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。それもちょっとこう明るいところに持ってこようか。このちょうど明るいところ、はい、ありがとうございました。では、質疑の方お願いします。大変面白いと思うんです。